見ろ、私は丸腰だ。ちょっとでいい、話を聞いてくれ。何のためにこんなことをしている？誰に命令された？お前たちが旧東側の人間だか元秘密警察だか、お前たちが何者かなんてどうでもいい。私だってどこの何者でもないんだ。聞いてるか？自分の耳で聞いてくれ。誰の命令でもなく自分の心で、自分が何をやってるのか自分の心で考えるんだ。できるよな？できる。何やってんの？怖かったよ。一人でここまで来ちゃった。よかった、あんたがいてくれて。毎日あんなに夢中でテレビにかじりついて見ていたのに、最終回を見た記憶がない。さあ行こうか。やだ。あのひ弱な主人公の青年は、自分が怒りに駆られて超人シュタイナーに変身していたことに気づいたのだろうか。あの青年は幸せになったのだろうか。あの青年は、あの青年は幸せに。ホテルフェアステック。来ると思ってたよ、ドクター天馬。隣の建物で二人、この下の階で一人、ここで一人、合計四人仕留めた。超人シュタイナーが現れたんですね。いや、彼は出てこなかった。俺が勝手に、俺自身が怒りに駆られてやっただけだ。とにかくその傷を。そうだ、忘れないうちに。これ手紙だ。ルンゲ警部から預かった。赤いバラの屋敷で見つけたらしい。彼を助けてやってくれ。一人でホテルベルクバッハに向かった。その前にあなたを。俺はいい、しばらく休ませてくれ。紹介するよ。彼がフランツ・ボナパルタだ。グリマーさん。大丈夫だよ、ビム。長い雨だな。この辺りは晴れたらいいところだ。あ、ドクター・テンマ。はい。晴れたらまたこのビムも連れてピクニックしような。うまいワインとうまいチーズも持ってな。
悲しい。自分が死ぬから悲しいんじゃない。自分の子供が死んだのが今悲しい。人間は感情をなくすことはできない。感情はどこかわからないところに迷い込んでいたんだ。まるで俺宛てに出した手紙が何十年も経ってから届いたみたいだ。これが本当の悲しみか、これが幸せか。超人シュタイナーの最終回。きっと彼は人間に戻ったんだ。クリマーさん、クリマーさん、クリマーさん、クリマーさん。私は。